スマ P が解散を明言し、ファンが悲しみに包まれている。メンバーは個別に番組で、お気持ちを表される、と、報じられているが、現時点で肉声のお気持ちは表明されていない。ファックスによる謝罪文は発表されている。そんな中、キムタクを除く全員がアイドルグループとして2017年に再集結する案が、秘密裏に浮上していることが判明した。エスマ P は解散しても、メンバーは一人のタレントとしてジャニーズ事務所に残るとされているが、それは今時点の話。どうやら、解散後はすぐにジャニーズ事務所を退職する流れになるようだ。新たなエスマ P として再集結。エスマ P のメンバーは、中居正広、木村拓哉、草薙剛、鋸南館。稲垣メンバー、香取慎吾の前5人。芸能関係者の情報によると、キムタクを除く4人が退職して事務所を移籍し、新たなエスマ P、いわゆる、新、スマップ、として再集結するというのだ。以下は、芸能関係者の声である。芸能関係者の声。はい、確かに高確率でエスマ P のメンバーがジャニーズ事務所を退職し、新たなアイドルグループを作ると言われています。仮に、新、スマップ、と呼んでいる人もいますよ。もしかすると、そのまま、新、スマップ、という名称になるかもしれません。今のところキムタクはジャニーズに残る意志が固いので、新、スマップ、のメンバーになることはないでしょう。エスマ P 解散までの流れまとめ、10年以上前からエスマ P メンバー同士で対立。数年前からジャニーズ事務所とエスマ P マネージャーが対立。エスマ P マネージャーがジャニーズ事務所を退職する。エスマ P、恩があるし俺たちも辞めるわ。木村、俺は残るわ。マネージャー、事務所に留まりなさい。エスマ P、そういうことなら残ろうかな。フジテレビ、エスマ P×エスマ P、で謝罪の生放送。エスマ P メンバー全員による、キムタクいじめ、開始。エスマ P、2016年12月31日に解散します。エスマ P が2016年12月31日に解散してキムタク以外が退職。キムタク以外方の事務所で、新、スマップ、結成。新、スマップ、のマネージャーとして元エスマ P マネージャーが就任。ジャニーズタレントとの共演は NG。新、スマップ、が誕生すれば、ジャニーズ事務所として面白い話ではない。エスマ P のメンバーは執拗に、キムタクいじめ、をしていたこともあり、キムタクの他のメンバーに対する恨みは地獄の底より深い。番組内でのジャニーズタレントとの共演は NG になる可能性が高く、場合によっては圧力で潰される可能性も否めない。今後のエスマ P メンバーの動向に注目が集まる。